射精をコントロール総量総量治療嘘つかれてた私あってもあってもあってももとがみチャンネルもとがみチャンネル並木優が来たぞスペシャルおちっこのこと優が教えてあげるあこんにちは並木優ですとこの番組は私並木優が本上健太先生に包茎やおちっこのことを真剣に教えてもらう番組です。今回のお題は何でしょうか、はい、これお願いします。優のおちっこの手術先生に聞いとくね。このコーナーは本上健太先生が専門にしている包茎手術や気筒増大陰茎増大早漏治療竿を長くする手術などについてユウさんが想像する手術方法を教えてください。想像からでまず想像からでそこに本上健太先生が採点していくと、はいはい、皮がかぶった状態を治す包茎手術新生包茎ってことですよね。そうです新生包茎でも下生包茎でも、はい、皮に切り目入れてピッて切ってまず剥ける状態なり新生包茎の場合そうですね まさにそうですね、はい、剥いて、はい、それを下で縫うとまだきついままだもんな。切ったままお尻から皮を持ってきてでもそうしないと皮が皮を増やして包茎は基本的に皮が余ってるんですね。多すぎるんです皮が。あ、そうなんですか。はいはいはい、単純にもう余った皮を取る感じですね。あ、じゃあ結構シンプルな。シンプルです。はい、他のとこには傷もできないし。できないです。はい、何分ぐらいなんですか。僕がやる行うと大体15分ぐらいで終わります。早い麻酔とかしてくれる。麻酔も含めて15分です。はい、睡眠麻酔ですか。全身麻酔。全身麻酔、あの局所麻酔両方でも両方でできます。局所麻酔だけでもできますし。じゃあ怖い人は怖い。そうです。睡眠麻酔、はいはい、全身麻酔で行うこともできます。はい、そうなんですか。はい、僕は睡眠麻酔で受けます。怖かったです。はい、私でも多分睡眠麻酔で受けるな。お尻の皮びっくりしました。大手術じゃない。大手術じゃないです。皮が、皮が少なくて出れないってわけじゃなくて余ってる。余ってるんです。まあ、入り口が狭いのでそこを切るっていうのはもう大正解なんですけど、切って出してあげて、であと余ってる、剥けると皮が余ってるんですね。それを取ってあげる手術ですね。です、はい、余った皮をホルマリンにつけて、うん、昔は持って帰ってもらったりしてました。はい、記念に、ね、自分の体の記念に。今ダメですけどね。気筒を大きくします。気筒増大。今までの YouTube の知識で聞いちゃったかなって思うんですけど、まあ注射で何かそのを入れて気筒自体にボリュームを持たせる。そうです。はい、100点です。その通りです。まあ、いろんな注射剤がありまして、まあ、今人気なのはそのリパス G っていう材質なんですけど、これはずっと持つんですよ。入れるとヒアロン酸みたいにこうなくなるもんじゃなくて、そうなんですね、ずっと持つんですね。もう1回入れたら、はいはい、ずっと一生もんです。はい、一生もんです。はい、抜きたい場合はどうしますか。抜けない。リパス G に限って言うと全部抜くことはできないですけど、一部抜こうと思ったら抜くことはできます。時間が経ってもまあ消えない。消えないですね。はい、まあ、女の人でいうと包茎に近い感じかもしれないですね。はい、うん、竿を太くします。陰茎増大。人と注入する部位が違うだけじゃないんですか。そうですね、はい、まあ、ほぼ100点の答えですけども、まあ、入れる注射剤もちょっと違いますけど、同じように注射で大きくすることもできます。あとはもう一つは外科的に、ね、こう脂肪を入れるっていう方法もあります。包茎の治療で脂肪を入れることができるのと同じように、陰茎も同じようにできますけど、まあ、主流なのは注射で大きくする方法ですね。何分ぐらいですか。でも10分ぐらいで終わります。あ、はい、です、はい、竿を長くします。長径法。長径法って長径術ですね。はい、長径術。長径術、はい、気筒増大とまた違うんですか。気筒増大して長くするって思ってたんですけど、これ純粋に長さですね。まあ、これちょっと難しいのでお答えしますけど、はい、あのペニスっていうのは体の恥骨のところで靭帯につながってるんですね。靭帯、こう関節に入っている靭帯と同じで、はい、こういう筋みたいなのでつながってるんですけども、はい、その靭帯をこう引っ張り出してくるんですね。靭帯につながってる竿もこう出てくる。それで長くすることができます。先っぽの方じゃなくて根元の方を、はい、根元、はいはい、知らない。ペニスの根元の皮膚を切開します。はい、あ、そうなんですか。はい、結構大手術じゃないですか。
大手術でもあのに聞こえますけども、治療時間も20分ぐらいで終わります。これも気筒増大と竿を長くする手術どっちもしちゃえるみたいな、はい、どっちもできます、はい、同時に行うこともできます。一気にやっちゃえるんですか？一気にやる方もいらっしゃいます。方形手術も受けて長径手術も受けられて、竿も気筒も大きくする方は 中にはいらっしゃいます、はい、だって痛い思い何回もしたくないですね。そうですね、はい、分かりました。分かりました。射精をコントロール、早漏治療、噛んじゃった、早漏治療、刺激を感じにくい薬とか、そうです、ね、何かを注入して、うん、その通りですね。その何かはまた分からず、はい、それもあの100点の答えで、気筒増大と同じ注射剤を基本的に使いますね。それで、うん、あの注射の場合は早漏治療になります。包茎がある場合やっぱり包茎の治療をされると、うん、それも早漏治療になりますね。不要になるパイプカット、どっかの筋を切るとか言って、精子つくのどこですか、わかります？あの下のそう玉ですよね、玉、はいはいはい、その玉からピニスに実はこう管が通ってるんですね、うん、あの玉2つありますから2本あるんですけど、うんうんうん、それぞれちょっとだけ皮膚を切開して 5mm ぐらい切開して、うんうん、そこからその管を取り出していくんですね、うんうん、で管の一部を取り除くんです。左右両方やるって感じですね、うんうん、製造されなくなるんですか？製造されます。射精行く管の方に行かないので、うん、出る精液は、うん、あの精子がないです。人体的にも別に健康の、健康です、はい、もちろん、はい、男性って出さないと病気になるんだよとか言うじゃないですか、はいはい、それも大丈夫？あ、それも大丈夫です、はい、大丈夫みたい。嘘つかれてた私。あってます、あってます、あってます、あってる、あってる、うん、はい、まとめ、聞いてる限り1時間とかかかる手術がないのに驚いたのと、10分20分って早くないですか？美容治療のヒアルロン酸注入とかもそんなもんじゃないですか？そうです、同じぐらい。やばいです。美容治療ってだってもう5時間とかあるもん。そう思うとすごいいいなって思いました。思ったより手軽で、はい、ではまた見てください。バイバイ。僕の登場全くないですね。少年野球の監督がイチローのバッティングの動画見ろってのと一緒ですよね。そうです。ご覧いただきありがとうございました、ペニスのことなので相談すら恥ずかしいという方も多くいらっしゃいます。手術経験者として丁寧親身にお答えいたします、勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いします。待ってます。